FM Jam。水曜17時となりました。皆様こんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。歩む異教です。各週水曜配信でお送りする歩む異教のライフ&ジャム。この番組は私歩む異教が日々暮らす中で感じました嬉しい、楽しい、大好きなこと、ものについて話したり、我々周りの音楽を聴いていただこうというプログラムとなっております。よかったらご贔屓にしてください。アシスタントはこの方。それでは今回も張り切っていきましょう。アシスタントのもちろんフラッパーが務めます。さあ2回目始まりましたが、いかがですか。派手になったねなんか出ねま効果を何を一生懸命仕込んでんのかと思ったらあの出せるから男だしさてさて、世の中じゃ国葬も終わりまして、知らんけどね、つってもね、今ね10月11日ですからね、日またいでね知らんけどですよね。本当に未来の話はできませんけどね。そうね、未来といえば今日、今11日で、昨日だっけ一昨日だっけ発表になったの。一昨日か、iPhone 新作来たね。新作って言っていいの、なんか新作、まあ新作ね、新しいやつね、俺あそう、あの新 iPhone さ2代目だからさ、まだそう、iPhone 好きな人たちのさ、その感じがわからないっていうか、まだまあなんだろうね、さっきの話じゃないけど未来感はちょっと小さめね、薄いと薄いね、本当にあの充電やめてほしいなと思ってそう、あのミニがなくなっちゃったじゃないですか。確かに確かに、僕ちょっと仕事柄サイズ大きいの嫌なんで、ミライミニを使ってんですけど、ねえミニないのかってなったこういうことは往々にあるの、やっぱり往々にして iPhone 好きな人たちの中では、そこら辺はあのもう出されるかな、出されるかもなるほど、未来が証明してくるからねどれがどの機能が生き残るべきなのかっていうのね、帰ってきたりするしね、ミニもね復活するかもしれないし、あの SE 制度が出てからね、だいぶ SE 制度が、ああ、もう帰ってくることが多かったよね。なるほどね。そろそろ始める？ああ、いっちゃおう。よし。ということで、ぼちぼち始めていきたいと思います。お便りリクエストはメールアドレス ljcast@outlook.jp ljcast@outlook.jp、 ツイッターをご利用の方はハッシュタグライフ&ジャムをつけてツイートしていただけたらと思います。それでは本日の1曲目、私のやっているやっていたになるんですかね、まあ自分的にはやめた感覚がないんですけど、バンド何笑ったの今フラッパ君、いや人のことは言ってよく言うよねと、フラッパ君とも因縁深い、フラッパーズフライの Today という曲でスタートです。30分ほどお付き合いの方よろしくお願いします。
ライフ&インドア。はい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 。どんどん行きましょう。何今の？ヒュー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 っての。ヒュー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 っての。私が喋ると出ちゃうんですよ。そういうことなの？今のってあの、話せるから、はい、出るようにね。いろいろ解説されちゃってますから、私。そこの場合にお願いします。はい、そういう設定なんで。はい。はいね、今回はね、マスターの趣味についてトークしていこうと思います。はい。ね、はいはい、まあ。皆さんご存知の通り、マスターはインドア派なわけです。皆さんご存知か分かんないけども。もう聞いてれば分かるでしょ。大丈夫、大丈夫。ネクラの陰キャね。うん、そうそう、今回、何について話してくれるんでしたっけ？劇場版の G のレコンギスタ、これが完結しまして、その話をしたいと思います。お願いします。大丈夫ですかね。ついてきて来れてますか。大丈夫ですか。あ、もうだいぶ置いてかれてるけど。あ、じゃあ G レコとはというところから話しましょうかね。素晴らしい。G レコっていう、 G のレコンギスタ、 G レコっていうのは、ガンダムの富野、ガンダムの生みの親、富野義行監督がね、作った新作、最新作のアニメ、ガンダムシリーズに一応位置するアニメになります。で、アニメ版を、テレビアニメ版をね、2014年ぐらいでしたっけな、なんかずっと26話でやったんですけど、あまりにもこう、乱雑な作りになってしまったと。あ、もうこれ もちろんね、これは富野監督やスタッフの皆さんの言う話で、まあ、俺らからすると濃厚富野汁だっつってなっちゃうやつなんで、うん、別に気にせず見れるんですけどね、分かりづらかったからこう分かりやすくしようっていうで、劇場版5部作にして26話を5部作、ほぼ変わってないやんけみたいな。まあ一応シュッとしたんですけど、5部作にして上映していこうっていう。で、それが8月に完結を迎えまして、最近終わったね。最近終わったわけなんですよね。で、ストーリーとしては、地球で生まれ育った少年がこう、宇宙を目指していく話、雑だな、なんだろう、なんて言うんだろう、雑だな。もうね、ガンダムの世界とちょっと違って、モビルスーツとかがもう過去のものになってるんですよ。だいぶ過去のものになってんだけど、その過去のものの技術を掘り出して新しいものを作ってる状態の世界で、宇宙エレベーターが、ガンダム出てこないの？ガンダム出てくるよ。出てくるんだけど、それはなんかもう禁止された技術で作られたものなのよ。で、それを統制してるのがこう、宇宙エレベーターというものが立ってて、そこの先からこうエネルギーが運ばれてくると、その仕組みがこう統制してる感じになってるんですよね。そうそう。で、その宇宙エレベーターを登ってって、さらにその先のエネルギーの源はどこにあるんだっていうところを目指すっていうお話なんですよ。エネルギー問題の話ってこと？そういうことですね。まあ
それはまあお話のうちの一部なんだけど、エネルギー問題のお話はかなりこの根深いところにあって、うん、そう、地球もこう一回滅びかけてから、そういうその仕組みを使うことによって、こうだん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 地球に、うん、なんだろう、地球を再生させるためにそういう風にして決まりを作ってやってたんだけど、だん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 みんな地球に帰りたくなっちゃったりとか、地球の人たちも宇宙に上がりたくなっちゃったりしてっちゃって、また戦争が起きてきちゃうっていう、その戦争の中、その主人公の少年とね、そのお姉さんに当たる人がいるんだけど、その兄弟はこう宇宙へ上がってって、そのエネルギーの源とか、その先に何があるのかっていうのを見てきて、じゃあどうしようかっていうお話がジレコなんですけど、行って帰ってくるロードムービーですよね。だから宇宙の果てまで行って帰ってくるっていう、何があるのかと。そう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 。でこの劇場版のジレコの魅力はあのさっきも話したんですけど、テレビ版はめっちゃ分かりづらいぐっちゃぐちゃなんですよね。それがまあシュッとしたことによって、すごいロードムービーだっていうのがすごく分かりやすくなったっていうのが、まず一つの劇場版の魅力で、そこの丁寧さですかね。だからそれが、ストーリーは全く一緒ってこと？ん？ストーリーはね、あんまりっていうか、もうほぼ変わってない、結末だけちょっと付け足されたぐらいで、ほぼ変わってない。だからほぼ変わってないのをアニメを再編集することによって分かりやすくしたっていう、そういう映画なんですよね。だからテレビで気づけなかった部分とか、そういうのが分かるようになってるっていう、優しめになる。だけど乱雑なのは乱雑なままなんだよね、やっぱ。どちらか、多分それは意図的にやってるんだよね、そのどちらかってるっていうのは、いろんなことを考えさせるために。でそこが丁寧なんだけど乱雑で、こう最後のシーンまで行った時に、あ、何これっていう、ぐっちゃぐちゃになってるんだけど何かすごく感じるものがあるっていうのが劇場版のジレコの魅力で。でね、あのこのジーレコってガンダムを歌ってるんだけど、あの脱ガンダムを目指してる作品なんです。脱ガンダム、ガンダムシリーズの中に、本当はね、あの監督もガンダムシリーズにする気なかったみたいなんだけど、なんかこうスタッフさんとか、あのプロデューサーさんとかがガンダムにしようって、これはガンダムだろうっていう話になってガンダムになっちゃったみたいなんだけど、結局ガンダムだけどガンダムじゃないもの、次のステージのガンダムを描こうっていうところがこのジーレコっていうところだったんだけど、あのガンダムって基本的にね、あのあんまり SF じゃないんですよね。なんか聞いたことあるよ、そういう戦争ものであって、あんまり SF してないんですよ実は。富野監督の他のね、あの作品で、でも全然もっと SF なものが いくつかある。だけどガンダムってそんなに SF じゃなくて、それは富野監督じゃなくてもね、あの SF じゃないんですけど、ジーレコはその宇宙の、その脱ガンダムとか科学に対してもこうちょっとアンチテーゼ的なところがあり、でそういうことをやった先で一周回ってすげえ SF な作品になっちゃってるんですよね。それこそ宇宙の果てまで行って帰ってくるんだから、金星かな、金星あたりまで行って帰ってくるって、宇宙の果てって言うと言い過ぎなんだけど、そう、そこまで行って、そこに住んでる人たちがどういう暮らしをしてるのかっていうとこまで見て帰ってくる、で最後の戦いっていうのがあのこの作品なんで、やりすぎ、その脱の部分をやりすぎちゃって SF してるんですよね。でこれが、この乱雑さと丁寧さとこの SF 感、これが全部合わさってるんですよ、ジーレコって。だから一周回って、これって
富野監督の最高傑作なんじゃないかって劇場版5部を見た時にね、すげえ思いまして、他の作品数あるよ、いろいろあるけども、一旦これ見れば大体富野監督ってどういうやつだっていうのが分かる。まあやべえやつなんだけど富野監督のそのとんがってる部分が全部出てるんだけど丁寧っていう、よく皆殺しの富野とか言われるじゃないですか結構ジーレコでも殺してるんですね、皆殺しの富野なんだけど白富野に近い話の作りをしている、グレーなんですよ、グレーかカラフルかっていうところなんですよね、白と黒の間じゃない、白と黒じゃないんですよ、間にいる。なるほど。だからこれ本当にもう富野監督の最高傑作だと思ってて、ちょっと現時点での、もちろん現時点ですよ、現時点で、うん、だからもうちょっとしたら配信がいつでしたっけ、10月12日ですかこれは、そうですね、もうちょっとしたらひょっとしたら配信始まると思うので、ぜひ1から見てほしい、もう回し者ですよ、もう僕は本当に皆さんに見てほしいこれは。ただあれでしょ、5部作ってことは、そう、5個見ないといけないちょっと初心者にはとっつきにくい感じになっちゃってるわけね。そういうことですよ、そういうこと。テレビシリーズでやれよっていういやでもテレビシリーズはテレビシリーズで濃厚富の汁だから最高なんだけど5作見て、まあどう思うかっていうのをみんな見てほしいっていう、そういう話ってことでしょ。そういうことですね、うん、なるほど、うん、もうねあれですよ、ブレンパワーとかジーレコ見とけばいいんですよ、富野監督の作品極端すぎる、大丈夫大丈夫だよ、あとはタイガンダムあたり見とけばありました。じゃあ何も、ま、大丈夫、もう一回やめとくやめとく恐る恐る言わないでやめとくってこういう話をしろっていう話だったんでしょ、だから、うん、そういう話なんだけど、フラッパー的にはもうちょっとオーバーシュートしちゃってるからさ話ということで、ジーレコ皆さん見ていただきたいと思います。以上、なんだっけトークテーマ、はい、じゃあライフ&インドアでした。はい、はい、ライフ&ジャム、はい、お送りしておりますは歩む池のライフ&ジャム、ここで業務連絡マスターよろしく。はい、ごめんなさいね、ちょなんかぶった切る感じで始めちゃってねいいよいいよ、どうぞ。この配信の開始に合わせて私の活動を網羅したサイトを作ろうということで歩む池を .com を立ち上げました。一人でやってる音楽に関してはありがとうございます、主にここを中心に発表していこうかと思っております。リンクの方各サイトにできるだけ貼っておきますので、お聞きの環境から飛んでいただけたらと思います、よろしくお願いします。もう一点、私が参加しております音楽サークルハイテクタクロックおじさんを目指す集いが同人音楽即売会 M32022 秋に参加させていただきます。出演って言おうとしちゃった、はい、ありがとうございます。日時は10月30日10時半からとなっております。場所は東京流通センター第1第2展示場です。さらにもう一点、これは多分生配信で聞いてるくださってる方は先行的にこうちょっと情報が出ると思うんですけど、前回の M3 より頒布開始しました青と白の間風に吹かれて、こちらの作品のフルストリーミング視聴が開始されました、青と白の間の疾走感も楽しんでほしいところではあるのですが、風に吹かれての方がですね、我々の方は自信作ではあるのですけども、いいよね、いい曲だよね、フラッパ君。うん、
すごい、すごいよ、この曲は。うん、ぜひ聴いてほしいよ。どうね、なんかこう、1分半とかそこらの主張では、我々の思う良さというか、我々が狙ってやりたかったところがあんまり伝わりにくい楽曲なのかなと思っておりまして、何この度あのフルで聴いていただこうということになりました。ぜひぜひ聴いていただけたらと思います。よろしくお願いします。それでね、あの聴いていただいて気に入っていただけたら、あの M3 でお手に取っていただいてということで、詳しくは我々がやっておりますレーベルごっこリバレコのサイトをご覧いただけたらと思います。で、本日の2曲目に行きたいと思います。本日の2曲目はそんな我々ハイテクタクロコウジさんを目指す集いで、優しさなんかいらないよです。どうぞ。というわけでエンディング。はい、楽しい時間はですね。大丈夫ですか？楽しかったですか？まあ、やっぱあれよね、あのインドア派の人は話し始めると長くね。いいよ、聞いてて飽きない。ありがとう、そう言ってもらえると助かるよ。じゃあマスター締めの方お願いします。はい、この番組では皆様からのお便りを大募集しております。ご意見ご感想や楽曲リクエスト、おすすめやご要望などなど、どんなことでも結構です。メールアドレスは ljcast@outlook.jp ljcast@outlook.jp までお願いします。ツイッターはハッシュタグライフ&ジャムでお願いします。私のサイトや番組ツイッターアカウント @life&jam では、本日お届けした楽曲のプレイリストや Spotify プレイリスト副読音などを公開中です。副読音では大人の都合で流せなかったあんな曲やこんな曲をプレイリストにしてお届け。 Spotify アカウントをお持ちの方なら誰でもお楽しみいただけます。
これを聞けば配信がもっと楽しくなるかも。これもこちらもチェックの&フォローよろしくお願いします。また本日お届けした楽曲は私が代表取締役の役を務めておりますなんちゃって音楽レーベルリバレコでお聴きいただけます。検索エンジンでひらがなリバレコと検索していただければ出てくるかと思います。参加アーティストの最新情報や一部楽曲のダウンロードなどなどいろいろ取り揃えておりますので、こちらも ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。60点ですねということで次回なんですけども、記念すべき初ゲストが来ますと言ってもね、はいはいはい、と言ってもね身内なんですけども、詳しくはフラポくんお願いします。はい、おい、さて2回ですが、早くもねゲスト来てるということで、もうね話はしてあるんで、はいはい、もう言ってもいいかなと思ってるんですけど、はい、もう終わらずに、あの方を呼びますとだけ予告させていただきます。もう我々の時もなんか完全にもう心強いあの方が聞き取りづらい。またね、M3 ごめんなさい、M3 チャンネルのね、もう放送時間以降ぜひ展開していく予定ですので、もう次回もぜひぜひ聞いてもらえればと思っております。交互期待、うん、聞き取りづらいから次回から何とかしますというところでお時間となりました。本日はここまで、聞いてくださりありがとうございました。お相手は歩井京とラッパーでした。それではまた再来週、バイバイ。かついてから気絶、流行り甘えてる仮説、いや同じ甘えでも恋と可決、タバコ稼ぐ歌詞は可決、萌えが溢れてただのラレス、5体3体痛い、そうまだ思い出せぬいいギリス。